敵の船がつながりましたね。まずは成功です。次にあの船団を燃やす火計の準備に取り掛かりましょう。燃やすっていくらつながってても風向きが良くなきゃ燃え広がらないんじゃ。その通りです。そこで風向きを変えるために私は祈祷台へと向かう。風向きを変えるために祈祷？でも風は木の力で。無論だ。祈祷は虚無、何の意味もない。だが心象の操作には効果がある。祈祷で風を起こしたとなれば敵も我らを恐れよう。傭兵の道は心を攻めるが上策。己を術諸葛亮、あれほどの人なら。来賓、これより祈祷を始めます。同時に風を起こす機会を伺いますので、敵に邪魔されぬよう。うん、敵軍師が不穏な動きを見せている。このまま捨ておい。こちらの動きに敵が反応したわね。放っておけば諸葛亮が危ないわ。ええ、諸葛亮殿が倒れても我らの負けです。ここで見この戦、家計をもって勝利をつかむ。攻撃を返せなかったのを悔やんでいた。
この一戦で君たちが活用し勝利できれば、まずいわね。
筋。敵の工作部隊がこちらに近づいています。くっ、北部に敵援軍が到着したか。やはり曹操はあの力を使いますか。好きだらけ。ここを燃やせばいいんだ。ああ、祈祷書を燃やされるとは。敵に家計を許してしまったか。急ぎ火を消し、諸葛亮殿をお助けしな。参る。
切られた祈祷書へ直接。なんとか鎮火しましたね。これで再び。何？祈祷書を敵が吸収しただと？曹操軍の攻勢、緩むところを知らんな。気は熟しました。今こそ来たか。残る力は一つ。頼むぞ郊外殿。いざ。承知した。
今こそ総攻撃をかけよ。この赤く燃え盛る長江の岩壁を曹操の墓標とするのだ。本当に力を組み合わせて曹操の大船団を壊滅させてしまった。あの二人すごい。天下に最も近いと思われていた曹操が全勢力を注いで築いた船団をあっという間に燃やし尽くしてしまう。集えば天下統一を目前にした男を追い詰める。どうした策がなったというのに浮かぬ顔を。なあ司令、お前ならばどうする。誰か一人の犠牲で救える世界と決断の時は近い。俺は世界を犠牲。一体何を。何をグズグズしている。この好機を逃す。大船団が一瞬にして炎に包まれた。諸葛亮殿と周瑜殿の策、実に見事だ。戦に長けた曹操殿のこと、おそらく撤退路はすでに確保していよう。拙者は安者の方へ曹操が逃げるように俺らが追い詰め。
死守する。皆一丸となって。邪魔してるのはおめえらか。みんな
兵器の餌食。形勢不利だった序盤から一転、怒涛の勢いで敵を撃破。貴様ら謎が猛徳を撃て。曹操が撤退を始めたか。
やられたか。
このまま突っ込め。曹操が
曹殿、もはや勝ち目はござらぬ。おとなしく降伏。徐州で命を救ったのは過ちであったか。あの工場をこのような形で返されるとはな。受けた恩義を仇で返すわけには参らぬ。こたびは目をつぶるゆえ、このまま行かれ。決断を誤ったとは思わぬ。だが結果は結果、わしの負けだ。ここは引く。だが諦めたわけではない。命尽きるその時までわしは覇道を歩み続けよう。これで四つ、あと一つ集まれば。ああ、あと一つ。赤壁は劉備と孫権の連合軍が曹操に対処する。私も四つ目の力を得て、残す力はいよいよあと一つになった。劉備は孫権との同盟を保ちつつ、大敵の曹操が動けない隙に自らの志を果たすため国を得ようと西へ動き出す。私もまた今までいた大陸東部に力の気配を感じないので、彼らが向かう西へ同行しようと決めた。ただこのところ来賓の様子がおかしい。私の力が集まるにつれて険しい表情をすることが増えてきた。まるで恐ろしいものでも見るような、時には何かを悩むような。一体何を考えているの？残る力は一つ。それ。どうしたの？このところ急に力集めに積極的だけど。そんなことはないですよ。別に。いや、このところ何か思い詰めたような様子だった。何があったのだ？紫龍。俺は決めたんだ。最後の一つを絶対に。復活？いや、何でもない。それで今まで私たちが動いていた地にはなかったということは、もっとに西か。確か新たに加わった軍師宝刀殿が益州へ向かうと言っていたが。益州か。すごい。一体何を。なあ、
信じ。
動揺しては。
死流ファイト。Yeah!
劉将は我らの動きに反応したようです。しかし奴らは地の利に頼るしかない。攻め込めば増ず生徒までの道の情報も手に入れたしね。こっちが負ける要素は劉将殿はどうせそれを攻めるのは義に戻る行為ではないだろうか。私にはできない。やれやれ、まだ決心がつかないかい。じゃああっしら勝手に劉備には陣の世を作るという志がある。悩むからこそこれだけの人が集うのだ。志ゆえに悩み立ち止まる時もある。志って難しいわね。自分が止まってしまって、そんな志は天下へ打って出るには駅州は絶対に必要なもんなんだ。わし卑劣な侵略者め、我が父劉将に代わり成敗してくれる。地図でこの辺りを見ると敵が集まりやすい場所があるのね。このまま
いた伏兵だね。このところの紫伯はどうしたというのだ。本当か、内心の様子がおかしい。急にブツブツ言ったり、話もろくに聞かねえで上の空。
俺は先にエクシオへ向かう。レイカ。待て、シャーク。行ってしまったか。お前は一体何を考えている？劉将が我らに同盟を持ちかけてきました。下坊城を与え共に長老を討とうとの。ここはその申し出を受け入れよう。我らに断る。この申し出に乗っておけば劉備殿は劉将に恩を売る。そういうつもりではない。私はただ劉将殿の助けに応えよう。今はそれでいいさ。駅州に滞在すればおのずと劉将を攻める。じっくりと見極めるんだよ。回りくどいことをするのね。でもこれが彼の志だし。どうしたの？紫伯のことが気になってな。突然いなくなっちゃうだなんて、まるで取り憑かれたように力を求めてる。それに奴は歴史のことになると他には目もくれず、ひたすらそれに走る。きっと下坊城に滞在し実情を見てきた。これほど劉将殿の祭り事がひどく。どうだい劉備殿、駅州の民が何を望んでいるのか。ああ、劉将殿を倒し駅州に治世を敷ける指導者だ。それが私のなすべき。それじゃあそろそろ行こうか。劉将のいる生徒へ。これは
おやおや、おやおや、うん、信じる者のため、
Thank you.